パラグアイのラフプレーに。大岩監督ぶち切れていた。パリオリンピックサッカー男子、日本対パラグアイの一戦で、前半25分に退場者を出した、パラグアイのラフプレーが目立つ展開に、日本の大岩剛監督が怒りをあらわにした。パラグアイのファウルが増え、両手を上げてアピールをしていた同監督は、前半アディショナルタイムには、指針と顔を突き合わせて抗議、強い口調で荒いプレーの対応を求めた。日本は数的優位にはなったものの、ファウルを受けたミッドフィルダー平川優が右足首を痛め、前半途中で交代している。そら切れるわ、これはさすがにひどい。日本のお隣の国のような、ラフプレーばっかりだったな。そして5例での敗戦って、草も生えん。大岩監督、選手たちを守るその姿勢かっこいい。これで引き上がって、後半の怒りの大量点につながったね。やっといい監督が出てきた、選手を守ってほしい。大岩さん、マジでいい監督、頼もしかった。パラグアイ選手以上に、審判の変なジャッジが怖かった。こんな荒い大会じゃそりゃ大枠で、チームの大事な選手を出したくないわな。荒いプレーで怪我されたらひとたまりもない。平川は軽傷であってほしい。大岩監督いいね。もっと言ってもいいぐらい、日本は選手だけでなく、スタッフも気合入ってんね。パラグアイはみんな、足を踏みに行ってるね。汚いチームだな。指針踏んだね。VAR なかったら悲惨だったな。大半の日本人プレイヤーの気質と、VAR 判定の真実性は相性が良い。逆に欧州や南米選手たちは、VAR なんてクソくらいに思っている、よく VAR がサッカーをつまらなくしてるって、負けたチームの監督がおっしゃってます。オリンピックを、大岩監督も、A 代表のコーチに入ってほしいですね。